はい。それでは E1103A の解説をしますね。えっと、まあ、これいつも、ま、前の以前にもやってたやつで、基本行列を使って、正方行列を表すということですね。で、あの、まあ、この行列を、この行列を基本行列の積で表して、で、えっと、行列の積の行列式は、それぞれの行列式の積であるという、この、ま、性質を使ってやると、 で基本行列の行列式っていうのはまあ簡単に分かるので、えーまあ、P 型は1だし、R 型は -1 だし、Q 型はその C、えー、q n の IC の C がそのまま行列式になるということで、まあ、それで行列式がまたまりますねっていう、そういうことですね。はい。まああのー、これはまあ実用的ではないんですけども、まあ、行列式の原理というかそういうのをまあ理解するためにやってもらっている演習ですけれども、えー まあこれをまあ基本変形していくと。まず A ですね。これをえっと1行目と4行目をまあ入れ替えてやると、えっと、こういうふうになりますと。いいですね。で、えっと、基本変形で4行目、ここですね。4行目に2行目のマイナス1倍を、まあ、4行目から2行目引くということですね。そうするとこういうふうになりますと。で、あのここを2倍して引く足すというふうにすると、4、3、2ですね。4行目に3行目の2倍を加えると。 いうことをすると、まあ、こうなるで,で、これは A3 と置と。この A3 に対して、今度は、この位置を使って、ここ2つを吐き出すということをすると。そうすると、こういうふうになるんですね。で、えー、っと、まあ、そうすると、対角行列になりましたから、あとはもうこの対角成分をそれぞれ1にするという操作によって単位行列になるので、まあ、逆に言うと、この A4 は9434。まあ、これはもうここ基本変形しなくてもですね、この時点でこれが えっと、942-2と9434、えー、の積であるということがわかるので、まあ、それでもいいわけですけども、まあ、そこまでわかったら、あとはそれを順番に A4 から A3、A3 から A2 というふうに戻していくと、全部つなげると A が、まあ、こういう形で書けると。はい、で、これはまあ、問題に与えられた、あの、表現方法で、えー、っと、こういうふうに書けと書いてありますから、まあ、サイズは全部4字とわかっているので、 例えっと、の場合だと、えっと、R4、R14 から始まって、R14 のとかいうふうにして、で、書いていけばですね。ま、これを書いていってもらえればいいようですね。はい。で、行列式の計算は、えっと、これがマイナス1で、えっと、この P 型は全部消えますから、これが4とマイナス2ですから、ま、これをかけたもので8になると。 という感じで行列式の答えを入れてもらえれば、それでいけるはずですね。